U-557 はドイツ海軍がかつて運用した U-557 は1941年2月に収益し、キールを拠点とする第一潜水隊軍に配属された。1941年12月16日、クレタ南西にてイタリア軍魚雷艇、オリオーネとの同志打ちで撃沈された。 総紹介出撃数は4回で、イギリスの軽巡洋艦、ガラピアを含む7隻36,949トンを撃沈した。U-557 は収益後の4ヶ月を、ケイニヒスベルクを拠点に、バルト海で過ごした。この間、U-557 は航行中の事故に見舞われ、その間に搭乗員1名が死亡した。ヘルベルト・ベルナーはこの事故を彼の本の中で、 図式的に説明している。彼はバルト海での定期航行において船体が制御不能に陥る緊急事態が発生したと語っている。最初に震度142メートルで潜行中に船尾にて異常が発生した。船体は大量の浸水によりバッテリーから有毒な塩素ガスが漏れ爆発の可能性も伴う非常に危険な状態となった。船尾から船首に 重量の一部を移すため、搭乗員は、バケツリレーにて海水を選手へと運んだ。何時間にも及んだ、作業の後、選手が海底に接触した。しかし、水の重さにより浮上できず、圧縮空気の供給を使い果たした U-557 は、海底に止まった。乗組委員は、機関長の指示のもと、船尾と選手を素早く行き来することにより、 船体を揺り動かした。潜水艦はやがて航行可能となり、20時間後に浮上し、キールに向けて出航した。ありがとうございます。